Abrochaos los cinturones para una nueva aventura en Honkai Star Rail.儀式も終わったし。待った、まだ列車の友とはすまないね。請求列車がラフを離れる前に贈り物。やっと両親がうずでは諸君、新作譜まで来てもらえるか。よっ、これショ君をここに招いたのは、改めて普賢殿からも聞いたと思うが、ショ君の成した創挙はこのラフでは恩に報いることができないほど偉大なものだ。故に私はラフ運気軍を代表し、この決確かにある種の記念品と言えよう。だが旅の土産として気軽に買えるような代物ではない。数千年前、同盟が成立した時に各戦州は共に誓いを立て、この玉鳥も同じでその意を表している。これには請求列車に対する約束しよう。たとえ銀河の果てでも、ラフ運気軍は列車の元へと駆けつけ。へえ、すごい贈り物だね。ああ、無論これほど重要なものだ。些細なことや抗議に反するようなことには使わないでほしい。大丈夫大丈夫、分かってるって。将軍のご厚意に感謝する。そして炭鉱殿、あ、獣王氏の通達により君への追放令を赦免する。やったー。だが一つ忠告しよう、丹風の罪はあまりに深い。このような通達があったとしても出入りの自由は保証するが、身の安全までは私も保証できない。贈り物を渡せて気持ちが軽くなったよ。傷口の痛みも和らいだようだ。七死人の道はまだ長い。列車、姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ。ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。うちらが今回の旅で体験し、あ、ちょっと待って、忘れてた、車掌さん。そうだ、うちってばすっかり忘れてたよ。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。安心してよ。それ、へい。聖者が玉海門を離れる瞬間を見ると、まるで夢のような儚さを感じるの。宇宙からすれば長命師の命も短命師の命もほぼ同じだ。選手、お帰りなさい。ベルトから今回の出来事について聞いたわ。本当に羨ましいわね。炭鉱にも何があったのか話を聞いたんだけど、はあ、
あんたも知っての通り、あの炭鉱だからね。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒列車にそんな交代システムがあったのか。ピノコニーよ、覚えてる？カフカの誘いに乗る前にそこに向かおうとしていたでしょ。列車のアーカイブによると、ピノコニーはもともと犯罪者を流刑するために使われていた監獄生よ。でも挽回のガンが発生した時、ピノコニーはシペのもとに身を寄せ、無常の繁栄を遂げた夢。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。車掌の準備が終わったら次の駅に向かいましょう。ここに踏み入る者はゴクリか囚人に他ならない。貴殿はどちらかね。どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。派手にやったものだ。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君まで、次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。薬師の意味者め。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケイネ、我々の邪魔をするな。剣木の蘇りは予兆。先週は運命の選択を下す時に至っている。定休、儒家、人滅、これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。